はい、こんにちは。ベオブです。今回は2021年6月以降にリリースされる街づくり系 PC ゲームを5つ紹介していこうと思います。エジプトが舞台のゲームやビーバーが主役のゲームなど注目の新作たち、早速見ていきましょう。最初に紹介するゲームはビルダーズ・オブ・エジプト。ポーランドのストラテジーラブズが開発。2021年第2四半期発売予定。日本語に対応予定。体験版が配信中です。エジプトのナイル川流域を舞台にした本作。注目ポイントは経済効率のいい都市の構築、軍事的脅威、他の都市からの要請、コストのかかる遠征など外交と政治、古代エジプトの神聖な建築物とモニュメント。ストラテジーラブズはシミュレーションゲームを数多くリリースし評価されているゲーム会社です。ビルダーズオブエジプトの出来にも期待大。次に紹介するゲームはアステックエンパイア。ポーランドのプレイトゥーチルが開発。リリース日は未定。日本語は今のところ対応予定はありません。13世紀から16世紀のアステカの首都が舞台の本作。注目ポイントは歴史的観点から忠実なアステカ社会を体験。国民に食料を供給し、外界との永続的な貿易関係を維持。経済的、軍事的、宗教的な成長。緻密なグラフィックにも注目なアステックエンパイア。初心者でも安心してプレイできるゲーム作りになっているとのことです。次に紹介するゲームはマナーローズ。ポーランドのスラビックマジックが開発。リリース日は未定。日本語は今のところ対応予定はありません。中世ヨーロッパの歴史的文献からインスピレーションを受けたという本作。注目ポイントはリアルな街づくりと戦略バトルが融合。騎兵、要塞、工場兵器が登場。大規模な部隊編成、指揮、側面攻撃、疲労、天候、装備などリアル性を重視。たった一人で開発しているというマナーローズ。映像からは一人で作られているとはとても思えないクオリティです。次に紹介するゲームはティンバーボーン。ポーランドのメカニストリーが開発。2021年内にアーリーアクセス開始予定。日本語で対応予定。体験版が配信中です。人類が絶滅し荒廃した地球が舞台の本作。環境に適応したビーバーが主役です。注目ポイントは雨季と乾季が繰り返される世界。繰り返し起こる洪水に備えて開拓地を整備。金属を見つけるために旧世界の遺跡を探索。楽しみ、知識、バランスの取れた食事などビーバーたちの様々なニーズと修正。人間ではなくビーバーが主役のティンバーボーン。働く姿がとても可愛いです。最後に紹介するゲームはバイキングシティビルダー。ポーランドのロスラーゲンが開発。リリース日は未定。日本語で対応予定。ヨーロッパのバイキング時代が舞台の本作。注目ポイントはリアルタイムストラテジー×クラシックな都市構築。近隣の村を略奪強盗しリソースを確保。バイキングの歴史的な建造物。アンリアルエンジンを使用したハイクオリティなグラフィックにも注目です。はい、というわけで今回は新作街づくり系 PC ゲームを5つ紹介しました。ちなみに紹介した5本のうち全てがポーランド製。実はポーランドはヨーロッパの中でもゲーム人口が多く、ゲーム会社もとても多いんです。どのタイトルも個性が光ったものばかり。発売が楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。